はい、今回まさにですね、誰やねんと。もうこのチャンネルならではよ。多分このチャンネルでしか見ないよ、こんな選手。ブルーノ・バスト。ディフェンダー、これ先輩やな、サイドバックやな、どう見ても。お、左サイドバックと。175センチ、微妙だね。やばいね、ポルトガル。こんなやつおったんよ。はぁ、絶対やばいよね、どう考えても。ポルトガル代表でも聞いたことないし、絶対代表じゃないよ、こんなやつ。ブルーのバストちゃん、ポルトガル代表歴なしと。ポジション左サイドバックと。まあそうだね。最多出場、ボルド。そうなの。ボルドに行ってたね。もともとはベンフィカのユース出身で、そしてベンフィカに上がりの。あ、ベンフィカ結構長いな。結構頑張ってんじゃん。チャンピオンズリーグ3試合。どこの時やろ。フェイエノールとかな。ボルドかな。で、ベンフィカからボルド。まあまあ、ステップアップなのかなわからへんね。で、ボルドーで3年間ぐらいか。で、フェイエノールと来たけどすぐ出されんの。で、サンティティエンヌ。で、ポルトガルに帰りの。最後はロシアに行きのと。やばいよね。このキャリア。プロ通算は240試合、絶望的ですと。絶望的ですと。現役あれやな、30過ぎでもやめてんな。まぁ、ちょっとなかなかきついよな。175のサイドバックは、現代サッカーではちょっと厳しいよね。まぁ、それではポルトガル代表に選ばれないよな、さすがに。まぁ、目立った感じは、特にはない。まぁ、チャンピオンズリーグ出てるだけでも、まぁ、すごいけどね。なかなかの選手だけども。残念ながら、それだけかな。リーグワン123試合。ウェーハーカップ35試合。ウェーハーカップどこやろ、フェイエノールドかな、ボルドーかな。ウェーハーカップにやたら出てんやな。あの、今のヨーロッパリーグか。ウェーハーカップにやたら出てるっていう。ベンフィカの可能性もあるのかな。はい。まあ、わかんないですけど。はい。今は何してるんでしょうか。